私ね、現職の時に、はい、捕まえるだけじゃなくって、少年院とか少年刑務所出た後、その子たちを更生させてやろうっていう気持ちでずっとやってきたんですね、うんうん、まあ、そもそも私ももともとは14歳とか矢沢駅さんに憧れてリーゼントの人だったんで、はい、もう中学高校のとこから不良、当時暴走族がすごいもう時代でね、うんうんうん、仲間はほとんど暴走族だったんですね、はいはいはい、まあ自分もこの現職のヤクザにね、はい、スカウトされた時もありました、はい、まあ、そんな環境で警察官になった、はい、そしたらね、面白いことでこういう先言ってたように抗争事件を犯してバットで殴り合いして殺人未遂で逮捕、はい、そしたらその子たちはどうも私が同じ匂いがして兄貴ように思うわけですよ。なるほどなるほど、はい、ほんで私はただ捕まえるだけじゃなくって、少年院出てきたとか鑑別所出てきたら、うん、この子たちの就職先ね、あ、はい、就職先を斡旋したりとか、はい、私が刑事の時代に新任の交番出た子、若い警察官集めて、はい、警察対暴走族でソフトボールの試合したりとかね、はい、そしたら、はい、本当にこうみんなが私のとこ寄ってくれて、はい、私警察官舎で住んでたんですね、独身の頃、はい、そうしたら日曜日の昼に必ず暴走族が10人ぐらい官舎に遊びに来るんですよ、はい、ほんで当時私の私物の車をワックスと洗車してくれるんですよ。なるほどなるほど。タイヤワックスまでして、もうピッカピカに暴走族の子がしてくれたんですね、はい、それとか一回暴走族の元総長の結婚式に呼ばれてね、あスピーチやったりとかね、うんうん、そんな子たちって結構修羅場を踏んできとるんで、そうですね、真面目に仕事をしだしたら本当すごいやるんですよ。だから今更生して、本当にこう社長になったりとかね、まあ中にはその残念ながらそのままヤクザになったやつもおるけれども、はいはい、ただ捕まえるだけじゃなくってその後更生してあげたいと思ってそんなことやったんですね。あ、僕とか少年院の先生やってると、実は入ってきて出た後っていうのは関わりを持つことってないんですよ。でも少年院に来てる間は先生先生先生ってみんなこう親しみを持って呼んでくれて、僕がいた教育の部門っていうのがとりあえず全員が最初入ってきた時に少年院のルールを説明したりとか、少年院ではこういうことするんだよということを全員と接するところだったので、全員とは顔見知りになる部署だったんですけど、そこにいて実は少年院法律が変わりまして、なんか困ったら少年院に電話してきてくださいね、なんかそうっていう制度ができたんです、法律で、で、はい、それで出て行った子が戻ってきて、先生子供できましたっつってもう連れてきてくれたとかはありましたけど、それぐらいですね。だからあとは、まあ、少年院の先生も感謝に住んでるんで、で、感謝の近くのラーメン屋さんでご飯食べたら、たまたま半年前に出た子がそこでラーメンでちょっと柄の悪そうな子とご飯食べてて、で顔パッて見られて、あ、先生お疲れ様です、お久しぶりです、仕事をちゃんとやってんの、はい、今仕事紹介してもらおうと思ってさ、明らかに多分良くない仕事だろうなみたいなあんまりね、人を見た目で判断するのは良くないのは分かってるんですけど、うん、明らかに首のところから羽のタトゥーとか手首からサソリのタトゥーが見えててで短パン履いてるけど和彫りががっつり鯉が入ってるような人とから紹介してもらえる仕事ってなんかあるんかなって思ってて、なるほどね。秋山さんの時代も多分途中からそうなったと思うんですけど、例えばそれで相手がご飯僕の、うん、先生僕も働いたんでおごりますよってなると、これちょっとまずいことになるんで、もう逆にもうその子たちの分まで全部僕が先に払って、うん、ほなって言って帰ったっていうことはありましたね。なるほどね、わかるわかるわかりますね、はい、ちょっとね、少年ヤクザみたいな子は実はもう僕たちの時代ほぼもういないんですよね。うん、実際もその未成年の子ですけど、僕がいた時はまだ20歳未満が未成年扱いだったので、その未成年の子を入れたりとか、あとそれこそ17の子とか入れちゃうと児童福祉法で組長がパクられるっていう話になったんで、少年ヤクザ自体いなくなったんですけど、
半グレの子とかはちょっと怖いなと思いましたね。ああ、そうですね。そうなんですよ。ゆるーく付き合ってて、うん、ちょっと最初の方に話戻っちゃいますけど、共犯関係がわからないんですよね。うんうんうん、先生、僕、丸々くん友達です。え、友達なのあの子。はい。いや、なんか昔、南のクラブで、なんか遊んでて、みたいな。うん、でもそんなのは乗ってこないんですよ、こっちの公式の記録としては。でもこの子たちの中では一匹狼だと思ってても実はインスタグラムとかツイッターとかで知り合いで、うん、でなんか悪さするときに仕事を斡旋したとか、昔一緒になんかひったくりしましたみたいな子とかがいたりとかするので、結束もないかなって感じです。秋山さんの時代みたいに、うん、こう一人のリーダーがいてとか、あとはなんかこう世話してくれてありがとうございますみたいなでピカピカピカって磨いたりとか、そんなんはなく、ただただ少年に来てこれから僕はどうなるんだろう、僕はもう人生終わりだ、それこそ蓋を開いてみたら結構えぐいことをやってる、強盗精進しましたとか、うん、それこそ逆走されて大人の同じ裁判を受けて、うんうん、でもなんとか少年院に戻ってくることが出て、本当だったらもう大人の刑務所に行ってもおかしくないようなことやってる子が、うん、少年院に来るとどうなるかっていうと、取り調べの時は行きがってたりとかするんですけど、うん、もうすぐこう最近の子あるあるですよ、すぐ死にたいって言うんですよね。あ、そのそっちに行っちゃうんですよね。その秋山さんの時代は多分そのベクトルとしては生きるっていう方向とか、その活を入れてもらうみたいなんですけど、活を入れたら僕はもうダメだってなっちゃうんで、なるほどね。その指導の仕方は非常に繊細に、本当にガラス玉を扱うようにしないといけないみたいな時代が長く続きましたね。だからもうお前とかは言えないんですよ、実は少年院の中で。うん、〇〇くんそれはダメだよ、うん、だから被害者に対して反省させるどころか、まずこの子のメンタルの問題を解決しなきゃとか。そうですね。あと多いのはやっぱ詐欺の子とか、あとお薬とかで捕まるような子とかは、うん、僕は悪くないとか言ったりとかする子が多いですね、うんうん、昔ちょっと僕が入った頃だったら、はい、僕がやりました、僕が悪いです、うん、それこそお勤めして反省しますって多かったんですけど、うんうん、僕が辞める頃ぐらいになってくると、うん、例えば受け子出し子とか、それこそ闇バイトの話になりますけど、うん、で、うん、受けました、うん、高齢者はたくさんお金を持ってるのに、うん、僕たちお金持ってない、ちょっともらってもいいじゃんって直に言ってくる子とかいたんですよ。どういうことっていう話したりとか、そもそものところで、いや僕は確かに葉っぱをしてましたと、白い粉もいろいろしてましたけど、うん、人に迷惑をかけてないからいいじゃないか、勝手にさしてくれ、俺をなんで捕まえるねん、うん、あいつらは確かに人を傷つけてると、うん、人を殴ったり悪いことしてるけど、うんうん、僕は誰も傷つけてないじゃないか、僕はなんでここにいなきゃいけないか、先生納得できませんっていうことか、ちょっとどうしようかなみたいな。刑務所でも最近若い子とかではそういう傾向の子多いですね。自分がなんで今ここにいるのかは分かってるけど、うん、反省って何みたいなとか、うん、運が悪かったなぐらいでしか思わないみたいな。うんうんうん、少年事件扱っていつも思ってたのは、うん、大体ね巨額事件起こした子にね取り調べやってて、はいはい、でなんでこんなことやったんやって言ったら、大体の子が僕は秋山さん大人が嫌いなんやと、うん、で大人ってどういうことだって言ったら、親、うん、学校の先生、うん、ポリ警察、うん、はい、それってねやっぱりもう、こう成長期の頃にもう、お前これ髪型なんな、この服装なんな、うん、これするなするなって全部こう抑えられるっていうことで、うん、その大人が嫌いっていうんですね、うん、で私ね若い刑事の頃に日曜日に自分の車をこう洗車に来てしっくりよったんですね、うん、でご飯も一緒に行ったりしよった、うん、ほんである日にね、すごいこの車のタイヤワックスがピカピカになっとったんです、ホイールもね。はい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 。はい。ほんで、すごいありがたいなと思って、この暴走族の元リーダーなんですね。うん、で、そいつに、何気なくね、お前はあれやな、戦車の天才やなって、こう、何気なく言ったんですよ。うん、そしたら、その、まだ当時二十歳だったけど、はい、もう大声出して泣くんですよ。はい。ほんで、秋山さんありがとうっていうのを、ここへ、私のとこ、もうここ、もうびちゃびちゃになるぐらい泣いたで。うんうん、
ほんで、どうしたって言ったら、もう僕、20年間、アホボケって言われたけど、うん、天才って言われた初めてって言うんですよ。なるほど。天才って言われたのが、秋山さん、今日、今、初めてなんですって、うん。嬉しいですって言ってね。俺は金髪のどうしようもない元暴走族だったんですけど、俺はもう少年上がりでね。うん、だけど、今その子はやっぱりきちっとして、やっぱりお子さんもね、うん、もうほら当然もう成人になってるけど、うん、厳しく育てて、野球さしちゃったけど、うん、やっぱり立派なもう建設会社で社長しながら、うん、その天才っていう言葉に関だけで、当時の暴走族のリーダーが人生が変わっていたっていうのは感じましたね。うん、似たようなエピソードは、なんか、僕も一回自信がない少年をどうやって自信つけさせようっていうのが少年の中で一回課題があって、自信がないから自暴自棄になって暴れるって子がいたんですよ。はいはいはい。で、その子どうしようかなってなって、少年の中で職員10人以上巻き込んですごい大芝居を打ったっていうのを思い出しまして。農作業とかをするんですよね。少年院って刑務作業とは違うんですけど、農作業とか免許取るために溶接だったりとか、あと木工とかでなんかこう積み木作ったりとか子供用のとかやるんですけど、もう自信がない自信がないで、この子に自信つけたらいいのにな、どうしようかなってなって、後輩から相談を受けまして、金井先生すいません、自信つけたいんでなんかどうしたらいいですかねってやって、じゃあ劇をしようみたいな話ってなって、でその子がとりあえずもう僕は才能がない、僕はもう全然できないって言いながら物を作ったんですよ。積み木みたいなもの、木工細工を作って、それをある先生が、えこれすごいって言って、で今度僕にね、金井先生〇〇くんすごいんですよって、今度僕はえ何何って言ったふりして、でそれでどんどん職員を呼んでくる。で12以上の職人が それを取り囲んで、これはすごいぞ、これはおおすごい、誰が作ったんだっつって言って、その子を呼び出して、お前すごいの作ってるやないかって言って、10人がかりで、で、職員が次々にやってきて、最後、院長先生がやってきて、これはすごいぞって、確かにすごいの作ってたんですよ。ピタゴラスイッチみたいな感じの、その、積み木でピタゴラスイッチ作るみたいな、なんか、おーってやってたんで、で、それがすごい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 ってなって、なんか褒めてたら、将来僕は木工作家になりますって言って、そっから、少年院の教育真面目に取り組むみたいなエピソードありましたね。なんか、わあ、いいね。結構、そういう、ことをしたりしました。怒る役の先生とフォローする役の先生を分けてやるとか、あとは褒めるのが上手い先生は褒める役で、秋山さんみたいにほらーってこう、パッて怒ってパッて終わってくれる人っているじゃないですか、その、でちゃんと怒ってくれる人で分けてやってたんで、でも実際確かに自分が才能が認められたとか自信がついたっていうのは、その後の人生やっぱ大きく左右するんで、特に20代前半、10代の時っていうのは、秋山さんのその話とか聞いてて、ああ自分もそういうことあったなって思い出しました、ね、やっぱこれはなんていうんですかね、本当にこうマニュアルのないこの現場の話っていうね、そうですね、本当に臨機応変に、はい、やりましょうみたいな、俺とまあこれ先生は見られたと思うけど、これ YouTube で言ったけど、私が前恐喝でパクったやつが少年院から出てきて、あらまだ19だったんで、切迫事案だった、20歳になる前だったんで、ほんであえて、逆走みたいな形になって、結局刑事事件になって、結局初犯だったんでね、もう少年院行かずに、本当に、1年6ヶ月3年執行で出た。ほんで、あの頃まだ携帯電話がなかった、ベルの、ベルの時代でね。ほんで、定期的に、ベルで、しょい、連絡あって、会って、飯食ったり、ほんで、いろいろしよったんですね。そうしたら、急に、1ヶ月ぐらいもう音信不通で連絡なかったんで、彼女ともう結婚する言ったから、まあ、そっち、ほんで、まあ、トラックのうんちゃんなるとも言おったんで、仕事忙しいんやなと思ったら、そうしたら夜中に私大阪で張り込みしよったらポケベルが鳴って、まあ処理電話したら、丸々くんからなんか電話があったって言って、で、丸々くんの方、A くんのとこに電話したら、死ぬ死ぬ言うんですね。はいはいはい。いや、ちょっと待ってくれと、わし今大阪やねんけど、張り込みやっとんねんと。それから明日、朝一のお前どこ行くからって話聞くわと。いや、もう僕ダメですと。ほんで電話切って、ほんで、張り込み終わって朝、その家行ったんですよ。
まあ、そうしたら結局自殺しとったんやけど、はいはい、まあその玄関のガラスはバラバラ、うん、周りの吐き出し窓が全部バラバラで、うん、いっぱい血がついとるんですね、うん、で玄関ドア開けたらもうこの玄関の中がもう血の海なんですよ、うんうんうん、ほんで奥の部屋に大の字になって全身もう100箇所ぐらいもう、切ってしまって、うんうん、ほんで大の字パンツにちょっと死んどんですよ、うん、結局まあ解剖もしたけど覚醒剤打っとったんですね。あ、やっぱ覚醒剤打つと起死燃料がね、その死にたくなっちゃうっていう欲求が強くなっちゃう人いますよね。結構少年の中にもいましたね。あれはそういう薬の影響なのかなとか僕も思ってましたけど、うんうんうん、なんか一気に転げ落ちるように気分が急変してしまうので、もともとまあ興奮剤なんで打った時はすごく興奮していい気分になったんやけど、うん、まあ、アイスもまだ当時まだ19だったんで、未成年だったんで、ちょっとあまりにも、量にもよるだろうし、うん、その体質にもよるんだけどね、うん、結局死を選んだよね。うん、で、解剖は当然まさに私も行って、うん、ほんで、執刀医の人が全部聞いてするんですけど、うん、もうこの傷を全部私塗ってあげましてね。はいはい。ほんで、最後に晒しでずっと巻いてあげて、はいはい。ほんで、ご遺族に引き渡して、当然私はその告別式葬式に行ったんですよ、うん、でお母さんも彼女も当然知っとって、お母さんも並んでて、証拠を挙げた時にお母さんが一言ね、うん、秋山さんありがとうございます、そこまで良かったけど、はい、あの秋山さんにポケベル鳴らした時に SOS 流したと思うんやと、はい、その時に秋山さんが帰ってきて、うちの息子をしゃぶで現行犯逮捕してくれとったら死んでなかったのにねって、こうまあ悪気でないんですよ。そうそうそう、あれですね、親からするとね、そう、うん、そのどこにぶつけていいかわからない思いもありますもんね、そりゃ。そうです。だこれ言われた時も私もガコーン、そりゃそうやなと思いながら、で、まあ、あの3回ぐらい行ったから、やっぱり墓参り行ったりとかね、うん、そういう関係で私はほんまに少年の覚醒たちが薬物ね、はい、絶対許さんと、はい、覚醒剤がない社会にしたいっていうことを、こういつも、うん、お墓に向かって言いましたけどね。いやーすごい壮絶な、うん、いや本当若い子はハマっていくと一気にいっちゃうんですよね。今その葉っぱのやつとかなんかいろんなね、グミとかなんか流行ってますけども、うんうん、そこで止まる子僕あんま見たことないですね。女の子とかの方だと彼氏が使ってて断れなくてとか、彼氏と一緒に使って今度自分がハマっちゃってみたいな感じで、うん、廃人みたいな感じになっちゃってる子もいたりとかするんでね。あれですか、例えば少年刑務所でこう首吊ったりとか、そういう自殺とか自殺未遂っていうのはあったんですか？はい、ありますあります。やっぱりね、あの未遂で言うんだったら、うん、本当にどこの施設でもあるんじゃないっていうふうに思いますね、うん、あのトイレとかなんですよ、怖いのが。ああそうね、夜のトイレ、うん、もう夜勤、あの留置場とかも巡回してると思うんですけど、そうですね、はい、あのやっぱりあれあの子が部屋にいないってなってバーってトイレに走っていくと、うん、何やってんのっていうこともありますし、うん、で本当に危険な子っていうのはもう独居に入れてカメラつけて24時間ずっと見てるんですよ、うん、多分警察だったらあれじゃないですかね、椅子バーンってその座って見てるみたいな対面、ね、うん、はい、対面だと思うんですけど、はい、カメラが故障したみたいな日があったんですよ、たまたま。そのなぜか接触が悪いってなった時はもう僕も対面で見守ってましたね。先生見なくても僕死なないですよって言ったけど、その死なないですよって言葉が信用できんから俺ここにいるんやろって思いながら確かに心の中でね、言わないです言わないですけど、その言葉が信用できんからお前はここにおるんやっていう話で、うん、なんですかね、やっぱでも薬系でしたね、その子も。なるほどな、多分そのアップで興奮した反動なんでしょうね。うん、そうだよね、反動の分グーって下がっちゃってみたいな、うん、虫みたいなことを言う子はいなかったですけど、うん、もう僕は死ぬしかないっつって急に体を壁とか頭に壁打ちつけたりとかする子おると、うん、もうで噛んでくるんですよ、そういう子って取り押さえると、ありません？秋山さん、その取り押さえて噛んでくるみたいな。あります、あります。もうもういろんなものに当たり散らして、噛む噛む、この子噛む、この子噛むってなってあの過去には僕はあの先輩から聞いた話ですけど、やっぱ指食いちぎられるみたいな、うん、あのシャブの女の子がおって、うん、まあちょっとわーって言いよったって、
わしの部下の女の子がこう抑えに行ったらガバーン構えて血が出よった。やっぱ噛むね。まあそういう時の力って尋常じゃないでしょ、ね。ないんやな。そうそうそう。バカ力出るんやな。めちゃめちゃ喋ってますね。すいません。1時間半も喋ってた。ああ、そうですか。ありがたいありがたい。すいません。いろいろまあニュースについてもね、はい、今の話題のニュースっていうのもあったんですけど、はい、ちょっとまあ長くなっちゃったんで。そうね。楽しかったな、しかし。いろんなね、現場の話が聞けて。はい、生きてる方全然なんか呼んでいただいたら。本当っすか？いいっすか？あ、全然。また、そちらのね、生配信とかにも、はい、もし出演してよければ、はい、呼んでいただきつつ、はい、私らの方にもですね、はい、なんか少年事件とかあったら、はい、僕結構いろんな事件あるとあちこち呼ばれるんで、またあれね、金井先生、はい、またこうやってコラボ、はい、やりましょうね。いや、やりましょう、やりましょう、はい、いや僕もすごい楽しかったです、はい、非常にありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、どうも、はい、失礼します、お世話になりました、お世話になります、おい小池、出てこい、被害者の肩の言葉間違いないな、これは一刻も争うぞ、被害者とその家族を守れ、ご当地人物や刑事魂燃やすぞ、もう絶対違うな、ほんま逃がして溜まるからな、我らの仕事の努力者というのはいらん、犯人